京長崎の夜では J リーグ通算50試合出場ということになりました。うん、いいボールですね。さあ前が空いてシュート打った、決まった、うん、金沢1点返しました。島田の左足、53分です。後半の8分、2対1、1点返しました金沢。まあ、ここしっかり前からプレスかけた中で、ボール取りましたよね。ここ非常にプレスのかけ方良かったですし、あとは島田選手の位置、今打っていった、決まった、先制金沢、自ら打ち抜いた庭師恩、今シーズン4点目は嬉しい金沢の先制点。このターンからですね、ここのターン非常にうまかったですね。2人食いついて見えてるので、ボールを触らず体だけのターンで、で左のサイドへ渡辺大輝、中を見て切り返す、自分で打ってった、渡辺大輝、渡辺大輝が切れ込んでシュート。今日は2試合ぶりの先発でした。利き足ではない方のね、右足に切り込んでいったので、まあ、ここで切り返してね、クロス上げるかなと思ってるっていう瞬間にね、シュート。蹴れる場所があったんで、セノバが思い切ってくれましたね。さあ、そしてここのセノバ、あーもうハンドだ、ボール終わった、ゴール前ドリブで行く、シュートチャンスになった、ゴール前決まった、これは右に外れた、セヌマ決定的なシーン。この辺のデータも入ってるでしょうからね。カナダは先制、セヌマの PK でまずカナダは1点を挙げました。データにあったようなコースでしょうかね。毎回同じようなコースに蹴ってるのか。スピード変えてボールに触りに行く、こぼれた、こぼれ球、大石、1点返した金沢、久しぶりにこの男が得点です。大石竜平、今シーズン初ゴール。今ボールは保持してて、ここでねちょっとミスが起こったと思ったんですけど、このエアポケットにね生まれましたよね。一旦最終ライン、広いを経由して右の松田、変わって入った、セルマン決まった、ファーストシュートだけでは岩田のゴールを揺らして、カナダは先制、1対0。素晴らしいゴールで、まあ、これも本当にシンプルな狙いなんですけど、ここしっかり背負って、セヌマ選手個人に一つですよね。渡辺中を見ています、縦を使った折り返す、庭のシュート、久しぶりにこの男の得点、庭師恩、サポーターも待ちわびた久しぶりのゴール、今シーズン6点目。しばらくゴールのなかったこの男がようやく決めました。
渡辺選手でね、中側見て作って外に流れたんですよね。ここで一旦松本ニュースも一息ついた感じがあったんですけど、大石選手のワンタッチで上げたクロス、上げてくる、うん、これはゴールキーパー後藤なんとか弾いたな。これは長い笛、そして PK を指している。 PK 準備の間に金沢は2枚替え、杉浦恭平と高安孝之が投入されます。いいガラと後藤止めるのだ。いやー、後藤ビッグセーブ。がっくり肩を落とした谷口海斗、後藤のビッグセーブ飛び出しました。しっかり見てね、読み切りましたね、後藤選手ね。中こぼれて懸命のクリア、そして前線にはセルマ、頭で落とした。さあ1対1、ビッグチャンスになる。セルマ落ち込んで右足決まった。カウンターで1対1の場面でここで前でボール触ることができたんで、まあ、山田選手との駆け引きの中で